このなんと6年生で全日本ジュニア4位です。彼女トリプルアクセルをやったりですね、トリプルトリプルトリプルに挑戦します。浅田真央さんです。この後彼女のお姉さんも出てきます。小学校6年生で全日本ジュニア4位。さあこの後のジャンプです。トリプルアクセル、ちょっとね緊張してるかもしれませんね。そうですね、クラブでは恩田さんの後輩になります。どうですか、惜しい。佐藤さんが思わずびっくりしてましたが、実は先日、一緒にキャンデローロのショーで出演したんですけれども、彼女と、はい、そうですか、何しろ、はい、私、17歳ぐらい年が違うのですごく元気いっぱいでですね、全然疲れないみたいなんですよね。そうですか、ビールマンスピンもすることができます。5歳からスケートを始めました。この顔をちょっと覚えておいてください。後でお姉さんが出てきますのでそっくりです。鮮やかですね。佐藤さんどうでしょう、5歳から始めて今小学校6年生ですから12歳なんですけど、今が一番楽しい時でしょうか。そうですね、あまりいろいろとねプレッシャーなどを心配することなく、はい、本当に思いっきり滑れる時期だと思うので、こういう時期を大事にしてほしいと思います。これができるんです。小学校6年、こちらがお姉さんです、浅田舞さん。今滑ったのが浅田真央さん。小学校6年生で全日本ジュニアの4位ですからね。